優先さんなんかね古本の転売で今でもね利益上げてる人がいるんですよこれすごいなと思いますよね古本でもその辺にある漫画本じゃなくてやっぱりね専門的なものとか絶版ものとか第一版とかになってきてるんですよ、うん、でその方がどうして儲けてるかっていうとまあもちろん経験が長いのもあるんですけどもあの簡単なノウハウは簡単に参加するんだけども簡単にやめてくそうなんですよで結局は 参入障壁が高い方高い方にトライしていく人だけが残っていて、で、それを全体的に捉えると、未だに古本で儲けてる人いるよっていう言葉になるんですよね。でも、ほとんどの人はもう無理だということなんですよ。で、私はほとんどの人の方なんですよね、どちらかというと。で、えー、言ってみれば、美味しいところだけパッと上積みだけ取って、すぐに他のところへ移って、私の目的は、今みたいな暮らしを送ることなんで、その古本転売のプロフェッショナルになろうとかね、 カメラ転売で誰にも負けない人間になろうとか全然思わないですよね <laughs> 競争しているわけではないですよ誰かとあ常に自分の所得がいっぱいいっぱいになればもう十分ということなんでだから無用なね競争に巻き込まれずに済んでるかなっていうところがありますよねもちろん負けず嫌いなところがありますけども何に対して負けず嫌いかっていうと実はすごく限定的であの誰よりも自由に誰よりも楽しく生きてるということで負けず嫌いなんですよね いや実際に、あのー、ちょっと寂しい思いがたまにするんですけどもね、まあ、吉田さんみたいに日々商品作ったり売ったりするってことは大変だと思いますけどもそれなりになんかねあーいいなーって感じることあるんですよあなんかお客さんとの関わりも私よりも圧倒的に多いでしょうしね商品を作ったりリリースしたり考えたり失敗したりとかっていうドラマがあると思うんですよ私何もないですからね何もなくてなんか庭に出てこう植木の軽く目のこうやって切ってね1人で。 で、あ小さな芽が出てきたな寒いのになーとか言ってこれ大事にしてこうこれ切らんとこうかなとか思ったりねあアリナスだーみたいな感じでああ何匹いるかなって数えたりとか時間も終わるんですよ。ねで田んぼに行ったらああ収穫だなあちょっと刈り取ってるとこ見ようかなーああなるほどねああ休憩してるあ,ーああやって昔ながら持ってきたお弁当広げておにぎり食べてんだあいいなあとかね。うん あそでで手洗ってんだみたいなな感じでねなんかこの山水で手洗ったりとかしてるんですよ。でそういういのを見てて日終わってるんですよねだからビジネス全くだから全然巻き込まれてないっていうかしてないですしね誰かと競ってもいないしなんかねある意味ねあの自分の、まあ、このビジネスで乗り切っていた能力を使ってないところにちょっともったいなさは感じるんですけども逆に私は今そのビジネスから離れたんで。 私が売り上げてきたところって空いてるはずなんですよ。だからそこに誰かがポンと入ってね、売り上げ作っていっても良さそうなもんなんですけども、それがどうなってるかはちょっと確かめようがないんですが、少なくとも広島市内に限っては、私と同じようなエネルギーでやってる人はいないですね、今ね。私が見たらむしろね、ついでにやめちゃったみたいな人が多かったりとか、あとは、せっかく売り上,上げ上げるようになったのに、不正を指導した人も出てきてね、うん、でもう絶,し、ね、絶縁状とか送らないといけなくなったり、私とかと。 もうう塾の名前使うなとかね私に連絡もするなと久保哲の名前も出すなみたいなこと言わなかったり言わなきゃいけなかったりとかしてねなんか一時の,あの即果塾が立ち上がってね2013年から2015年6年ぐらいまでのあのものすごくねアクティブな時期っていうのは私が隠居したと同時に去っていったような気がしますねうん今あんまりいい話を聞かないですでなんかいまだに YouTube のなんかアクセスの稼ぎ方子供の おもちゃをなんか何遊んでるところを取ってアクセスを上げましょうみたいなことやってるんですよがっかりしますよねあんなバカなことやって私がだから最先端のこととは言わないけど私がビジネスをやってないから今はこは基準がガタガタで勝手に、ね、私が自分自身がねあのー、スタンダードだっていうつもりはないんですけども現実私が速化塾を広島市内から撤退した瞬間にどんどん質が落ちていってね無法地帯ですよねもう今ね まあなんか愚痴みたいになりましたけどもだからなんか寂しいなと思いますよねだからある意味そのねネオヒルズとか今ないわけじゃないですか表だってねそうなると雑魚がなんか幅利化してあやふやな数年前の知識や情報で物を売ってるところがあると思うんですよでそれがまたね逆にうまくいったりするんですよね最近なんか暗号通貨の投資みたいなのまた出てきたみたいでプロモーションやったりとか私のところにもプロモーション持ちかけてくる人がいてバカ野郎ですからね一括して あの返信メール送ったんですけどね「インチキ売るな」とか言って、ね、くだらんことやるなとかねほんとにひどいなと思いますよまっとうにやってる人が去っていくことによって悪意を持った人が出てくるみたいな私はでもね悪を討伐する気持ちはあまりないんですようんなんか余計なことすんなと思いますけどもその辺はだから吉谷さんにお任せします吉谷さんがしっかりと商品作って売ってでお客さんのお金をある意味ね取り上げてしまえば 詐欺な商品に使うお金がなくなるんで、マーケットは浄化されていくんじゃないかなと思いますよね。うん、ということでね、あのー、まあ、どうせ金払うんだったら、あれですよ、ドリアカがいいよっていう結論で,ですよね。うんまあ、私もそうなんかそう思いますよね。ドリアカ以外ちょっと、知らないと言ってもいいくらい知らないんですけども、うん。当てにならない他の人は。あのー、まあ、なると思ったら、その人に行くのもしょうがないんですけども、 よしえさんをね、こうやって用意書するのはね、ちょっとこう、悔しいところもありますけども、でも逆にね、よしさんのドリア化を私が誰よりも見てきてね、誰よりもその成長に、こう、加担してきて、これを差し置いてね、他の何かを進める気持ちはないですね。もう全然ね。うん。まあ私が買うわけじゃないんですけども、 <laughs> 私はもうお金があるんで買わないですけども。でも、あの、何かと言われれば、ドリアカ入ったらいいんじゃないのと。安いよ、みたいな感じですよね。うん。そんなとこですかね、今日はね。吉田さん、おめでとうございます。